こんにちは、大阪 FPV です。と今日はちょっといつものような、トリックの説明ということではなくて、フリースタイルのこう、なんか感覚っていうんですかね、僕が何を分かってるんだっていう話にはなると思うんですけど、そのちょっとフリースタイルをやる上であった方がいいこの感覚っていうのをちょっと紹介してみようと思います。あくまで僕自身の考えなので、そんなにこうなんかこう決まった定番のものではないかもしれないんですけど、ちょっと解説してみようと思います。で、僕はレースをやらないのでよくわからないんですけれども、レースの場合っていうのはやっぱりその結構コースの練習をして、飛ばす場所が、コースがやっぱ決まってることが、普通だと思うんですけど、フリースタイルの場合っていうのは、ちょっと根本的になんかその時の、感覚というか見てなんか大体こんな感じのしたいなとかはあるとは思うんですけど、ただその最初からそんなに何も決めて、僕なんかはもうほぼ決めてないですよね。なんとなくこうちょっとこんな感じにやってみようかなみたいな、でその都度その都度こう状況が変化する中で、飛ばしてるということになります。でそうなるとですね、なんかやっぱり思ってることじゃないことが起こる、想定外のことが、想定外っていうとちょっと語弊がありますけど、見てなんかここを避けないとダメだなとかっていう、その都度その都度のこう対応が求められると思うんですよね。なんかライブ感があるっていうんですかね。なのでそれをしようと思うと、その自分がやろうとしていることに対して修正をどんどん加えていく必要があります。なのでこうやはり見て反応して修正するということが割とこう普通にできるようになってる方がその幅が広がると思うんですよね。特にこういう自然の木とかをこう、オブジェクトに見立てて、練習してる場合っていうのは、やっぱりこのパッと見た時でカメラ越しでね、直前までその枝が見えなかったりとか、ピロンと1本なんか出てたりとか、そんなんでもちょっと引っかかったら終わりなんで、この辺を少しこう対応してあげる必要があるかなと思います。なのでそれをこうちょっと練習するっていうほどのことではないと思うんですけど、自然とこう大体その直見た時のここ通ろうっていうので、そこにどんどん修正して入っていけるような感覚っていうんですかね、そういうそのなんか心づもりがあると、なんかそんなにこう慌てなくていいのかなと思います。やっぱり結構慌てたりすること多いですよね。なんかびっくりするっていうんですかね、こんなとこ枝がとか、最初ねある程度こうちょっと下見とかもするんですけど、なかなかそういう思い通りいかないですよね。で、具体的な、練習方法を別に何でもいいんですけど、こういう感じで特に、自然のものだとね、さっき言ったようにいろんな突起物が思いもやらず飛び出てることが、近くに行ったら分かったりとか、なんかこうこれしようと思ってた時の軌道上にですね、突然パッと何か現れるってよくあるんですけど、そういうのでこうさもそういうのが出てきそうなシチュエーションでちょっと練習するというかね、例えばここ空いてるから急にここに行くことにしようとか、そういったものはもう、僕の中ではもう完全に単なるノリなだけなんで、こんな風にしたらいいとか、あまりそこまでは考えてないですけど、行ったら面白いかなっていうところをこうその場その場で
がなんかやることで、まあそれでもね結構こうパターン化されてくるとは思うんですけど、この自由にこういう行く場所がコントロールできるようになったら、まあオブジェクトとかに対してもこうなんか接近した時の心構えができるというか、なんかやっぱりこうメンタルの問題っていうのは結構大きいので、まあそれをまあちょっと鳴らすという感じですね。今回ちょっと取り留めのないような話だったんですけれども、まあフリースタイルをやる上での、まあ僕なりのこうなんか感覚の紹介ということで、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。